しかし、そうは決めてもビッグマムが船長を簡単に手放すとは。俺たちにも怒りが飛び火してきたら逃げるしかねえな。だがアラディンさんはどうする？プラリネ姉さんと結婚してビッグマムと血縁を結んじまったしな。おやおや、みんな私のことを心配してくれてるの？どう、姉さん！シャッシャッシャッ。私のいないところでこっそりと。まさか今の話聞こえてた？何よ水臭い。私に隠し事？いや。アラディン、あんたまさかママが怒り出したら私を置き去りにしようと思ってたんじゃないよね？いや、もちろん相談くらいは。相談なんてするまでもない。ママよりあんたを取るに決まってんじゃない。もしもの時は私も連れてって。あ、熱い海で。すまんな、わだつみ、連れてきて早々に聞いての通りだ。いいらいいら、みんなと一緒で俺楽しいら。しかしプラリネ、やはりママはわしらを許さんと思うか。そうね、前例はなくもないけど、参加をやめたいって言ったやつは全員死んだ。